皆さんこんにちは、まめです。本日はこちら、新型の AirPods が届いたので早速レビューしていきたいと思います。 AirPods Pro ではなく AirPods の後継機種となります。新機能や変更点が盛りだくさんなので一つずつ丁寧にご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。さっき届いたばかりなので開封からしていきたいと思います。箱はこんな感じ。 AirPods MagSafe チャージングケースと書いていますね。 iPhone 13シリーズと同じくナイロンの包装はありません。開封していきましょう。このあたりはいつもと同じかと思いますので、こちらが本体になります。それからこれ意外と知らない方が多いんですけれども、本体の下にケーブルが隠されています。こちらが USB-C となっていて、 AirPods に挿す方はライトニング端子となっています。こっちが USB-C になっただけでもありがたいですね。同梱物はこんな感じ。それでは本体を詳しく見ていきましょう。こちらが本体。歴代の AirPods シリーズと比べてみましょう。こちらが旧モデルの AirPods、 新型の AirPods、 AirPods Pro となります。見た目はちょうど旧モデルと新モデルを足して2で割ったような感じ。厚さはどれもほぼ変わりませんね。背面も見ていきましょう。開けたところこんな感じ。イヤホンも取り出してみましょう。今回の新型は旧モデルよりうどんの部分が短くて、 AirPods Pro からイヤーチップを除いたようなデザインになっています。本体も足して2で割ったような感じですね。こう見てみると AirPods Pro とかなり形が似ています。 AirPods Pro と比べてみるとかなり似ていますよね。今回新型が発表されてから気になっていたことがあります。 AirPods Pro のイヤーチップを外せば新型の AirPods そっくりになるんじゃないかというところ、実際に外してみましょう。こんな感じ、ほぼ一緒ですね。耳につけた感じも確かめてみたいと思います。耳につけてみて気づいたんですが、こちらが新型の AirPods ですね。ここのくぼみの部分が新型の方が大きく取られています。これのおかげで耳にはめた時に落ちにくい構造となっていました。 AirPods Pro は耳栓型タイプなので、イヤーチップを耳に押し込んで固定するタイプなので、こちらのくぼみは浅くていいんですね。といった構造の若干の違いが見られましたが、パッと見は結構似ていますね。というわけで新型 AirPods の特徴を見ていきたいと思います。まずは空間オーディオ機能。これは音楽をより立体的に聞くことができる機能のこと。もうすでに試されたという方はわかると思いますが、空間オーディオって空間オーディオで聞くことが当たり前になってしまうと、空間オーディオがないイヤホンで音楽を聞いた時に立体感が感じられなくて、少し物足りなさを感じてしまいます。それくらい強力な機能である空間オーディオがようやく AirPods にも搭載されるようになりました。個人的にはこれだけでも買い替える価値はあるかと思います。次に体感耐水機能。プロシリーズについていた体感耐水性能が無印 AirPods にも追加されました。運動しながら使うという人にとってはかなり嬉しいポイントですね。防水性能は IPX4 となっていますので、雨や汗がイヤホンに落ちる程度であれば問題のない耐水性能となります。水の中に落としてしまうなどは NG ですね。また今回この防水性能はケースにも搭載されています。ケースが濡れるということはあまりないかもしれませんが、もしもの時には嬉しい機能ですね。ちなみに防水性能がケースについたからといって、こちらにパッキンが追加されているようなことはありません。特に違いは見受けられませんね。次はバッテリー性能について。
新型の AirPods は歴代の完全ワイヤレス型の AirPods の中で最も長いバッテリー稼働時間となります。なんと本体だけでも6時間の連続再生が可能とのこと。旧モデルは5時間、プロは 4.5 時間だったので大きな改善ですね。さらに充電ケースを併用した際には最大30時間再生することができます。旧モデル、プロともに24時間だったので6時間も長く使うことができるようになったということになりますね。また今回充電ケースがマグセーフ充電に対応しました。試してみるとこんな感じでピタッとくっついて充電することができます。こちらのプロの充電ケース、あるいは旧モデルのワイヤレス充電対応の充電ケースであれば、ワイヤレスで充電することができたので、今のところはあまり便利さを感じませんが、今後サードパーティーアクセサリーから立てかけて使うタイプの充電アクセサリーだったり、いろいろなアクセサリーが販売されることになると思いますので、より便利な取り回しができるようになるかと思います。ちなみに、このようなマグセーフ対応のモバイルバッテリーケースでも、ピタッとくっつけて充電することができますね。逆さにしても落ちません。ただ磁力は iPhone と比べると弱い感じ。それでもきっちりとこの円の真ん中に固定されるようになっています。それから一部で噂されていた AirPods がマグセーフに対応したということは、 iPhone のマグセーフ部分についてリバース充電ができるのではないかというところ。実際くっつけてみたのですが、どちらもマグセーフ充電器にくっつく磁石が内蔵されているので、互いに反発し合う形となっていて固定することはできませんでした。ちなみに今回の新型の発売に合わせて、現行モデルの AirPods Pro の充電ケースもマグセーフ対応のものに変更されているようです。こちらも嬉しいポイントですね。また音質に関しては Pro と比較してみて大きな違いは感じられませんでした。まだ開封したてで馴染んでいないことや密閉感がないので単純な比較はできませんが、 Apple が公表している情報からも新型の AirPods と AirPods Pro が搭載しているドライバーは同じもので、かつ使用する人の耳の形状に合わせてイコライズしてくれるアダプティブイコライゼーションも搭載しているので、使用上の音質的な違いはありません。最後は価格について。価格は 23,800 円となります。プロが 35,80 円なので 7,000 円ほどの差になりますね。ちなみに旧モデルの AirPods も継続販売されていて、価格は 16,800 円となっています。新型が発売される前まではワイヤレス充電ケースタイプの AirPods の価格が 25,000 円ほどでしたので、実質的には今回値下がりした形になっているようですね。耳栓型のイヤホンが苦手という方にとっては待望のモデルかと思います。僕も若干耳栓型が苦手なこともあって、毎年寒くなる頃にランニングをする際、耳が密閉されながら走るのが嫌で、こちらの第2世代の AirPods を使って走っていました。今回新型の AirPods をすぐに購入したのは、その第2世代の置き換えとして使いたかったからとなります。今回の AirPods の発売によって、無印 AirPods と Pro との大きな違いはノイキャンだけとなりました。空間オーディオは標準機能となったわけですね。もともと上位モデルにしか搭載されなかった空間オーディオを下位モデルにも搭載したというのは、空間オーディオが単なるオプション機能ではなく、急速に拡大した完全ワイヤレス市場におけるApple のイヤホンの優位性を示すものになる、そんな気がしています。まだ空間オーディオを試せていないという方は、ぜひ試していただけたら嬉しいです。以上、今回は新型の AirPods をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。